東六千駅は、北海道上川郡県淵町東町にあった、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W39。電報略号は6。2020年3月14日、改正時点では、上下各4本の普通列車が停車していた。1977年の東六千駅と、周囲約500メートル範囲の状況。 上が、名寄方面。旭川側に、東六線道の踏切。田園地帯の真ん中にあり、周囲を、暴風雪林に囲まれている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、この地の基線から東方六線に所在するための名称である。駅構内のちょうど踏切も、東六線踏切で、 他に東駅付近の道北バスの停留所名も東六線となっている。単式ホーム一面一線を有する地上駅だった。ホームは線路の東側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていた。仮上工場に出事を持つ開業時からの無人駅でホーム南側の出入り口から少し離れた位置に待合所を有した。トタン張りの建物で待合所に設置されている。 駅名板には東六線上降場待合室と記載されていた。ホームは木製デッキ式で旭川方にスロープを有し駅施設外に連絡していた。トイレはなかった。ホームの後には鉄道防風林がある。簡易委託駅として乗車券の販売が行われていた時期もあった。名寄盆地の南端で東側を北見山地、西側を 手塩産地に囲まれた農耕地帯に位置する。駅周辺には人家は全くない。稲作地帯である。東六千仮上工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。